これは遠くに見える巨大な円盤。おい、うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘がささやいたが、本当に大義版だとしてもいくらなんでも大きすぎる。おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。おい、あ、なんだか見覚えが。相手を間違えたら、ほれ、くらえ。そこだ。そんな、くらえ。いや、急ごう。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方々、大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたんだ。ブーン、いや、トーンよっ、ミスイン、いや、くらえ。トーン、チャンスだ。ほれ、燃えよ。はっ、よっ、いや、はっ。以前、大きな衝撃、幸い。しかし、さっきの奴らは、おそらく。おや、新たな入り口のようだ。うん、よかった。で合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ、まさかこれ。予想通りのようね。イエラン、何度挑んで一緒にいると。トンよっ、いや、痛がっちゃいない。下がれ。行くぞ、トン。はっ、よっ、いや、はっ、トン。いや、捕まえた。いや、燃えよ。トン。燃料切れだ。はっ、かかれ。はっ、急ごう、トン。よっ、下がれ。はっ、はぁ、短所鉄拳、トン。そこだ、くらえ。そこだ、いや、燃えよ。はっ、トン、あはよっ、いや、やめてはいけないんだろう。ここから本当に出られるのか。だってすべてを記憶し、大基盤に残す。家に帰る。よくもまあ、はあ、相変わらず覚えているかしら。その時に聞いた内容と一致するわ。この木、まあいいわ。あいつ、エンヒ、地面にあったものは見たかし。ああ、私、
よし、出発だ。冒険だ冒険。ふん、よし、出発だ。新たな…もし空間に同じ…不死者…敵がいない。敵は姿を消せるのか。まずい。待て、これは我の…汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い込んだのはお前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不死者がよく用いた戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。行くぞ。不死者は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不死者、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であったの。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け。王は我が援護する。決して魔獣を地表に返すな。皆の者、双眼から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。ショウ、大丈夫か。我の責務。先ほどの見えない相手に。ああ、独断先行したのは悪かった。不死者が行方不明となり数日。あいつさっき。奴はこの地で戦っていた。でも。わからぬ。それは。不死者は姿。狂気に飲まれながらも、双眼巨炎のせ。夜叉は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引きを。我らは殺生に精通して、この一戦では。つまり、この空間は。不死者の幻影は、この空間は体が重くなった気がする。空間が私。不死者は地下に残ったはずだ。だがこ、もしこのままここを離れられ、前へ進むと見事な戦い。冒険だ冒険。冒険だ冒険。冒険だ冒険。せっと、やっはっ、やっ。はっ。
ああ。この書き置き。この白陽。白陽は、つまり、おそらく。この戦艦軍。当時行方不明になった人。そのほ、ああ。さあ、手がかりはすべてただ。この、アビスの気配がする。でも敵はいお前の記憶、ここアビス、周りがだんだん暗くなってきたぞ。の空間、さっきの幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれって、エンヒ、おそらくな。お前は？この大義板、構造も配置も私の一族で使われている宝器に似ているわ。こうす、うん、この大義板は意図的に操作された跡があるわね。まずは外に出て、この辺で大丈夫そうね。みんな、しばらく休んでて。私は大義板を調べてみるわ。なるほど。そういう。この情報は、こんなに数百年前、出発した時は、ご紹介。ええ。彼らは、夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時、記録を見てみ、そんな。どうしよう。こんなところにずっといるなんて、嫌だぞ！今のは。一つ思い出したことがある。旅人、すべて覚え、千年前、数年後、それだけではない。もし効果ありだ、大義板の中で。好天の意、ご法の神、封印の呪文だわ。不捨と私、そういう。みんな、今はまず、イットと。もう動けない。バイモン、もう行くぞ。